シャルちゃん、待って！エルちゃん、早く早く！子供の頃から、私はお目付け役として、一緒に時間を過ごしてきたの。でも、戻ってきてから、なぜか冷たくて。ペルシアと話そうとすると、すぐに笛が鳴り上がる。中見て驚いたぜ。ダメ！ペルシアの写真が大量に隠されてたんだからよ。お前、ペルシアのことが好きだったんだな。はあ、私知らない。じゃあ全部もらっていいか。ダメよ、私のコレクションなんだから。こんなに大量の写真を持ってると知ったら、ペルシアはどう思うかな。I've been thinking about you all damn day. While you worry, love, you know that I'm gonna stay. Every moment got it on replay. In my cranium, everything you say. You are worth too much, you're my treasure. Fuck this up, baby, I would never. Too much, I can't measure. Do you wrong, baby, I would. その弾は俺の心臓で止まった。兄貴は俺の魔力を開花させたいと言った。でも違った。研究は俺の魔力を封じ込めるためのものだった。今も心臓にその弾丸は眠ってる。でもそうまでして、なんで兄貴はあんたの魔力を封じたかったのかね。あんたが出て行って、ようやく兄様が私のこと見てくれると思ったの。あれから兄様は昔のアルバムとか見たり、通販で買った変な水晶で魔界の様子を見ようとしたり。今日だって本当は私にじゃなくスタズに会いに来たんだ。そんなことはないよ、私はリズのこと。嘘だ、兄様は私がコーヒー苦手なことも覚えてなかったです。だからそれは謝ったろう。やっぱりうまいな。毎日こんな料理が食べられたら最高なんだけど。だったら実家に戻ってくれば毎日食べられるよ。あ、うまかった。久しぶりに人間らしいもの食ったな。聞いてなかった。うまー。兄ちゃんのバカバカバカ。はあ、私知らない。コミリア姫。コミリア姫。中中さんは中二病です。コミさん、中中ちゃんと知り合い？コミリア姫、忘れてしまったのですか。私です、マナオ、マルソートレスプリマベラと申します。マナ。こういうのを説明するのは恥ずかしい。我がジャガガ暴走を保健室に行かなくては。もしかして血の契約って友達になりたいってことなんじゃ。兄ちゃんのバカバカバカ。あんなに落ち込まれている会長は見たことがないぞ。アスモデウス来なかったからな。やはりイルマは来なかった。入れ。遅くなってすみません。イルマ。何の用だ。もう見学の時間は終わったぞ。そうですよね、すみません。僕が入ったバトラの先輩も野望のためにすごく頑張ってて。他のバトラに入団しただと。生徒会に入ると言ったではないか。いや、それは言ってないような。いい、言も当然だ。説明しろ、イルマ。この後、アメリへの釈明に2時間かかったイルマであった。だからそれは謝ったろう。いいな、ばできればそれは記憶から抹消して。やだ。あれはあの時。代わりに私の秘密も教えてやるよ。これで私と太一は運命共同体だ。私もお前をおかずにしたことがある。兄ちゃんのバカバカバカ。お前もやっと変わってきたからな。あなたのせいよ。あなたのこともひとまず100歩譲って仲間だと認めてあげるわ。だからといって学校に帰った後馴れ馴れしくはしないでほしいのだけれど、
あくまでこれは A クラスを目指すための関係で。けれど、お礼は言っておくわ。ありがとう。